はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日、何本目の動画だ、ちょっとわかんねえけど、ストラクチャーが今日発売されまして、この動画の前に1本動画出してまして、そっちの方は正統派のね、リュウ騎士ガイアデッキになってるんですけども、今回のねデッキ、最強カードを見つけました。私はドラゴンズミラーっていうカード、皆さんご存知ですか。自分のフィールド墓地からドラゴン族の融合モンスターカードによって決められた融合素材モンスターを除外して、その融合モンスターをエクストラデッキから特殊召喚するっていう、そういうカードなんですよ。これ今回のストラクチャーで追加されたリュウマド騎士ガイアとか、こっちの昔からいたね天照の竜騎士ガイアとか、これドラゴン族なんですよ。つまりドラゴンズミラーで出せるんですね、これ。神ゲーか。1個前の動画見ていただいた方が分かりやすいと思うんで、そっちの方ですごい詳しく解説してるんで、よかったらそっちをね先に見ていただきたいなと思うんですけど、このリュウマド騎士ガイアっていうのはフリーチェーンでね、打点を2600ダウンさせると相手を除去できるっていう効果なんで、効果を使ってしまうと攻撃力がゼロになってしまうということで、例えばそのフリーチェーンで、特殊召喚できる暗黒騎士ガイアソルジャーとかで、これね、ドラゴン族の融合モンスター1体をリリースすると手札から特殊召喚できるって効果なんで、こいつをね特殊召喚して、そのゼロになったモンスターをなんかその有効活用していったりっていうことはできるんですけど、結局1回使い切りになっちゃうじゃないですか。リューマドウ騎士ガイアが効果使っちゃうとね、螺旋融合っていうのがないから、デュエルリンクスには。なんで今回はこれ出して、でさらに墓地に素材溜まってるんで、竜の鏡でもう1体出すと、例えば天照の竜騎士とか、もう1体の方の竜魔道でもいいけど、これ何が起きるかっていうとね、超かっこいい場面できるんですよ。竜魔道騎士ガイア出して、その横にドラゴンズミラーで天照出すっていう。ちなみに両方とも竜騎士ガイアですから、効果で竜騎士ガイアとして扱うっていう効果ですから、両方とも竜騎士ガイアってことは、この走破するガイアで、これバトルフェーズ中にね竜騎士ガイアがいれば相手は効果発動できませんから、これめちゃくちゃ強いんですよ。これ両方とも並ぶってマジ神じゃね、神ゲーだ、神ゲー始まった。で、今回はね、効果を止められても、魔導騎士ガイアとか、このカーソルドラゴンの効果を止められても融合できるように沼地のマシンを入れて、で融合も入れて、最悪この効果止められても融合できるように、デッキ組んできましたと。で、踏みこいていくって感じですね、展開力で。要はこいつ止められても、手札で融合すると。で手札で融合 したのがさらに止められたとしても、なんかドラゴンズミラーとかで、ブンブン回していくと、要は展開力を少し上げた竜騎士ガイアデッキだと思っていただければいいかと思います。で理論上沼地のマシンを入れておけば、理論上超魔導、騎士ブラックキャバリーも出せるし、ブラックマジシャンガールも出せるし、スラッシュも出せるっていうことで、はい、っていう感じになってます。あんまり出したことないけどね。早速やっていきましょう、デュエルスタンバイ。さあお相手の方、僕が相手、ジャック、リゾネーターかヒーローか呪眼か、なんだ、とりあえず局所あるから強いなデスカリファーないとちょっと辛いかな。コールリゾネーター、なるほど、オッケー、いいだろう。じゃあドラゴンズミラーもあるぞ、なかなか反応強い。これは展開力でご了承していきそうだ。モンスター効果、クリムゾンリゾネーターいいだろう。バック何枚あるか問題だな。あと妨害が何枚あるか問題。ワイルドワインドいいでしょう。ワイワイ、はい、ワイワイ、オッケー、ワイワイしてく。リゾネーターもね、やっぱ安定感が違いますよね、やっぱりね、他のデッキと比較して。一応ね、スキルデュエル中に2回までなんで、2回しか安定感出ないですけど、それにしたってだよな、あれ安定感やばすぎる。でクリムゾンリゾネーター、はい、で、レッドリゾネーター6100スタートですからね。ジャックさん、このニートさんね、一人だけね6100からスタートするんですよね、ライフ。おかしいですよね。さあドラゴンズミラー、ドラゴンズミラーそんなにいらないな。ですね、とりあえずスキル発動しましょう。勇気へ至る道、ガイアロード、ガイアロードの効果によりドラゴンズミラー1枚いらねえか。局所は最悪次のターン使うかもしんねえけどな。いやむずい、これ何使わない。ドラゴンズミラー多分ね1枚でいいと思うんだよね。で走破するガイア効果発動、走破するガイアによってドラゴン族モンスターを相手に見せつけて、俺はガイアモンスターを1体手札に加えることができるぜ。魔導騎士ガイアを手札に加えていく。そして魔導騎士ガイアを召喚、魔導騎士ガイアの効果発動、召喚に成功した場合、手札または墓地からドラゴン族のレベル5モンスター1体を特殊召喚できる。
そしてカーソブドラゴンの効果は発動しない。そしてメインフェーズ中、極限のカースオブドラゴンの効果発動。この効果によってフィールド上のドラゴン族モンスターと暗黒騎士ガイアを墓地の奥に現れろ。今の騎士ガイア効果発動はせんくともいいな。そしてドラゴンズミラーの効果発動。ドラゴンズミラーの効果により墓地の暗黒騎士ガイアとドラゴン族モンスターをゲームから除外し、こっちか、いやでも待て、戦闘破壊できる、こっちでやる必要ないな。別に戦闘破壊したら2600上がるだろう。そしたらスパイラルシェイバーで2ドローワンスティしてった方が強い。ドラゴン族モンスターと暗黒騎士ガイアをゲームから除外し、現れろ天照の竜騎士ガイア。そしてこのモンスターが特殊召喚に成功した場合、デッキからスパイラルシェイバーを手札に加えることができるぜ。なんて強いんだ。そしてスパイラルシェイバーを発動。このカードは竜騎士ガイアが貫通能力を持ち、そして貫通した場合2ドローしてワンステするぜ。なんて強い、プチ天使の施し。そして天照の竜騎士ガイアの効果発動しない、貫通だ。そして貫通ダメージを与えた場合2枚ドローして1枚捨てる。特殊的ハリケーンはもう1枚しかいらない。そしてさらにこいつでこうよ、さらに貫通させてもらう。そして2ドローして1枚捨てる。こいつはこれでいい。そしてリューマード騎士ガイアのモンスター効果発動、2600ポイントの打点をアップし、さらにこいつ出していいかな。天照の竜騎士も仕事しないしいいか。天照の竜騎士ガイアをリリースし、行け暗黒騎士ガイアソルジャー、行けガイアソルジャー、強い強い、最強ムーブだ、およそ最強ムーブ。さああとリゾネーター、デモンズレザンスあるよね、デモンズレザンスがあると。デモンズレザンスレッドリゾネーター見せて、レッドリゾネーターを見せてカードをデッキ戻してワイルドワインどう手段に加えていく。で墓地のワイルドワインドもいる。とりあえずクリムゾンリゾネータはいい。ワイルドワインドがあと何枚かなんですよ。で今一番スキル使ったでしょ、今スキル使った。えこれワイルドワインドもないんじゃね、レベル4いるかな。ワイルドワインド、はい、ワイルドワインドはいい、ワイルドワインドはいい。これさ、ここ破壊したったらもう何もできないんじゃね。いやむずいな。でも結局なんかどっかで破壊、どっちにしてもか、出てきたモンスター出てくるとまた回復されてめんどくさいから、これはここ破壊したらもう何もできんだろ、多分何もできないだろう、多分ここ止めればいい。早いかな、ソロしたこれ、俺ソロした、ソロしてる俺、これ神ゲーだったえこのデッキ最強では。さあお相手のおじさまはカイトくんですね。なるほどですね。ハルトは懺悔の用意はできてないっす、懺悔の用意できてないっす、まだちょっと手加減してください。やばいってそれは、やめよう。ちょさあその破滅のフォトンストリームさガンクセするのやめよう、よくないそういうのは。フォトンチャージマン誰やねん、お前誰や、フォトンチャージマンマジ誰なんか俺なんかこいつ見たことないぞ、フォトンバリッシャー、はい、チャージマン、でからのフォトンアドバンサー、でも言うてそれあれか、タンドが1枚、ギャラクシーアイズフォトンドラゴンでしょ、で2000でしょ、でクシーズ召喚して出てきて、いやでも言うて最大2枚伏せか、最大2伏せ、まあとりあえず挨拶ができないやつは帰った方がいいって何回も言ってるんで、とりあえず挨拶はしたいといったところ、挨拶だけはしたい基本的に。はい、ギャラクシオンはいい、ギャラクシオンはいい、ギャラクシオンはいい、ギャラクシオンの効果でデッキから出してくるのもいい、問題はない。でギャラクシーアイズフォトンドラゴン着地、着地で1枚2枚伏せ、1枚伏せは確定、2伏せがきつい、1枚伏せもきついけど言うて、あえあそういう、あなるほど、あ月の下対策か、月初対策って感じ、はいはいはい、なるほどなるほど、あー俺礼儀正しかったわ、おはようございますおはようございます。やっぱね挨拶って大事なんですよね、挨拶できねえやつはクズだっていうね、毎回言ってますよね、挨拶できないやつはクズで、融合を持っ
戻してで走破するガイアの効果発動してく。で魔導騎士ガイアのを見せつけながら、見せつけながら、こうしてで両方ともしょれないな、両方ともはしょれない、両方ともはしょれないから1回効果使うしかないのか。で魔導騎士ガイア効果、魔導騎士ガイアで、極炎のカースオブドラゴン、はい、で極炎のカースの効果使わない、で極炎効果、これむずいな、これ転生転生っていうパターンもありますね、転生転生っていうパターンもある。まあでもさすがにリューマ、これどっちの方がいいんだろうな、転生転生の方がいいのか、こういう場合って。これは攻撃表示、攻撃表示か、これどっちだ。まあでもどっちにしてもか、どっちにしても攻撃表示、力を貸して、これモンスターを融合召喚、これ守備表示いいのか、ちょっと発売日当日なんで慣れてません、回し方すいません。でこれで、1枚返して、これ転生転生でよかったな、これ多分ね、ドラゴンズミラー発動。ちなみになんですけど、皆さん知ってますか、この走破するガイアっていうフィールド魔法はバトルフィールド中相手効果何も発動できなくなるんで、なんとですね、ギャラクシーアイズフォトンドラゴンとかいう、クソ最強モンスターのなんか除外するとかいう効果あるじゃないですか、あれね発動できないんですよ、強いっしょ。でスパイラルシェイバー発動、バトルフェイス、そして転生の竜騎士ガイアの攻撃宣言値、お前を守備表示にして貫通させてもらう、そしてダメージを与えたら2ドローしては強い、最強、めちゃくちゃ強かったね。こうしてで、さらに俺は攻撃力ゼロのモンスターをリリースし、暗黒騎士ガイアソルジャーを特殊召喚、いえゴー。いやこれね、竜騎士竜騎士でよかった、転生の竜騎士、転生の竜騎士でよかったです。どっちにしたって発動できないんだから、これ戦闘で突破すればいい説あったんで、これちょっとミスりましたけど、まあ暗黒騎士ガイアソルジャーを特殊召喚できたのでセーフ、引きが強かった、引き強人類、さあどうする。さあどうするんだい、早くしてくれないかい、遅延行為かい、通報するぞ。ま、2枚では返せないっていうことです。対戦ありがとうございました。さあお相手の方、ジュン君ですね、よろしくお願いします。ジュン君、お邪魔たちのこと珍しいな、魔の支度部屋、やばい、これ純正お邪魔か、やばい純正お邪魔、わろた、なるほど、お邪魔ブラック、なるほど、イエロー、ブラックイエロー、お強い、上回るタイガー、やばい、ぶん回ってやがる、やばいやばい、ぶん回ってやがる、ぶん回ってやがるぞこいつ、俺は魔法カード、うわ強いやばい、ぶん回ってやがる、あでも特殊召喚できない、 OK、 特殊召喚はできない、特殊召喚はできない、とりあえず1600ライフを払っただけになっていく。これでクズどもも少しはマシになる、はい、お邪魔カントリー行こうか、でクロス出てクロス蘇生、いいだろう、クロスでクロス蘇生、いいでしょう、いいでしょ、いいでしょ、いやーやばい、めちゃくちゃぶん回ってる、めちゃくちゃぶん回ってる、やばい、どないしよう、どうしたらいいんだろう、これこれどうしたらいい、これなんか飛んでくるやばいやつ、なんか最強モンスター飛んでくる、最強モンスター飛んできたらマジで終わるよ、お邪魔グリーン、グリーン、なるほど、そこまではいいよ、これ何が起きるんだ、エクシーズか、それをののけ、あーなるほど、あーフルダルス3台 OK、 3台 OKOKOK、 OK OK OK、 あーそういうだけ、はいはい、で3台をしてでお邪魔切ってグリーン切って特集、なるほど、はい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 、あー OK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 、 なんで確かねえじゃん、なんでそんなゲロ甘えた展開してると殺すぞ、そのゼロのモンスター、リバースカードだ、やーっべ、あやばい、ちょっと待って、このデッキね1個聞いたことあるんですけど、お邪魔キングのね対策カードね入ってないっす。